セラム内市、ディキカベビーは、アウストラロピテクスアファレンシスの幼女の化石人骨で、2011年時点で発見されている中では、ホミニンサイコの幼児化石である。2000年12月10日にエチオピアで発見された。標本番号は DIK1-1 だが、口実するように、発表当初はルーシーの赤ちゃんとも呼ばれていた。 ゴミンの化石人骨は多く見つかっているが、全身骨格となると非常に例が少ない。まして容体は軟骨が多いことから骨が残りにくいにもかかわらず、セラムは全身の骨格が発見された点で高く評価されている。セラムは2000年12月10日にドイツのマックス・プランク進化人類学研究所に所属していたエチオピア人の個人類学者、 ゼレゼレアレムゼゲドによって発見された。エチオピアは重要な化石人骨が多く出土しているが、それらの発見は、エチオピア人以外の調査チームによってなされたもの、ばかりであった。セラムの発見は、地元エチオピア出身の研究者が、初めて達成した業績という点でも特筆に値する。発見場所は、アワッシュ川の南に位置する、キカイチと呼ばれる地域である。 エチオピア北東部のこの一帯は、その種の人骨が多く発見されてきた場所で、セラムが見つかったのも、アファールエンジンの最初の全身骨格であるルーシーが見つかった場所と 4km しか離れていなかった。そのため、セラムはしばしば、ルーシーの赤ちゃんと報道されることになった。しかし、ルーシーが生きていたのは318万年前のことなので、 実際には332万年前のセラムの方が15万年近く古い時代を生きていたことになる。セラムはアレムゼゲドの調査隊の一人が斜面から露出していた頬骨を見つけたことがきっかけとなって発見された。残りの部分は砂岩に渦漏れており注意深く砂岩を削って骨格を取り出すのには5年以上を必要とした。また、 発表がされた2006年の時点でさえ、まだ全身を取り出せていたわけではなかった。この化石は発見直後に、アディス・アーベバのエチオピア国立博物館に移送され、オリジナルから型取りされた最初の複製も、同博物館内の個人類学研究所で作成された。残りの骨格を取り出す作業と並行して分析が積み重ねられた。 2009年9月21日には発見者らによる論文がネーチャーに掲載され、前日にはその発見が公表された。そして関連する記事はサイエンティフィックアメリカンナショナルジオグラフィックなどに順次掲載された。日本でも9月21日に全国資格紙が報じ、前日のサイエンティフィックアメリカンの記事が 日経サイエンス2007年3月号にナショナルジオグラフィックの記事が同紙日本版の2006年11月号にそれぞれ訳出された。アレムゼゲドラは公表に合わせてエチオピア国立博物館で記者会見を行った。これはエチオピアの文化観光省の指示によるものだった。その席上、この化石にもアムハラ語での名前が付けられるべきだという話になった。 セラムという名は、その席上で聴衆から出され、アレムゼゲドラも賛同したことでついた名である。偶然にも、アレムゼゲド本人の妻の名前も、セラムだった。これは、アムハラ語で、平和を意味する。エチオピアは、化石人骨が多く見つかっているが、その一方で、民族対立が続いて交戦している地域もある。 このセラムが見つかったディキカ周辺もアファール人とイサ人という二つの民族の対立から不安定な状況になっている。セラムという愛称には、それらの地域に平和がもたらされるようにとの思いが込められているのだという。もう一つの名前、ディキカベビーはアファール州のディキカで発見されたことにちなんでいる。前述の通り、セラムはその発見自体を高く評価する見解がある。 それは、セラムの年代の古さ、年齢の幼さ、保存状態の良さの組み合わせに基づくものである。セラムが発見された地層を挟んでいる火山灰層をアルゴンマイナスアルゴン法で測定した結果などから、彼女の年代が見積もられている。セラムはおよそ331万年前から335万年前の間に生きており、 埋もれている位置からは332万年前とされた。前述のように、この年代はルーシーよりも古いものである。ディキカベビーやルーシーの赤ちゃんという愛称にも現れているように、この化石人骨は幼女のものであった。死亡時の年齢は3歳と見積もられている。この推測は、セラムの乳歯が全て生え揃っている上、生えていない永久馬も顎の中で、 形成過程にあることなどから導かれたものである。性別の判定は、形成されていた A 久馬の破棺部を生体人骨から得られていた計測値と称号し、統計的処理を行うことで導かれた。ルーシーや AL444 から2などの研究から、アファールエンジンの性的負担なりの大きさは知られているが、 第二次成長を迎えておらずそうした特質が現れていない3歳児の性別はこうした手法によって導く必要があったという。セラムの骨に動物に襲われたりした傷跡は見られない。皮膚は残っていないが埋没時には皮膚がついたまま見えらかしたために骨が散乱せずに済んだと推測されている。死後にも動物に襲われずに済んだ理由については河川の氾濫によって 時間をかけずに土砂にうずもれたことから説明される。このことは同じ場所で発見された他の動物たちの骨の状態からも裏付けられている。アレムゼゲドラは死後間もなく反乱に飲まれたと推測していた。ただし、セラムの死因は不明である。幼児の骨には軟骨が多いなどの理由で成人の骨に比べて残りにくい。しかし、上記のような好条件に恵まれたことで、 良好な保存状態が保たれた。なお、セラムの次に古い幼児の骨格はシリアで発見されたネアンデルタール人のもので、セラムの古さや保存状態の良さを示すために、しばしば引き合いに出される。発見された骨も多い。頭骨、胴体、肩甲骨などはほぼ完全で、足の大部分も保存されており、残存類は全体の約60%とも推定されている。 エンジン用時の断片的な頭骨ならば、いわゆる最初の家族にも含まれていた。しかし、セラムはそれらと異なり、ルーシーでさえ失われていた顔面の骨が綺麗に残されており、状態の良い頭骨に下顎骨がくっついたまま発見された。後者の発見は、アファールエンジンの形態的特質に関して新たな知見を付け加えたと評価された。また、 工述するように舌骨や完全な位置体の肩甲骨などはエンジンでは初めて発見された。セラムの全身骨格は上半身がルイジンザルに近く、下半身が人に近い。彼女の発見はアファールエンジンの歩行に関してすでに得られていた知見を裏付けるものであった。彼らは直立に足歩行をしてはいたが体を揺すりながらであり。 ずっと直立したまま歩き続けることはできなかった。まだ彼らは樹上での生活に適応しており、普段はそちらでも暮らしていたと分析された。現在でこそ、力下周辺は高涼としているが、沼地、草原、森林が入り混じっていた当時の環境にはよく適合していた。ただし、こうした分析については、口述するように異論もある。セラムの脳の容量は、 約 330cc である。これは同い年のチンパンジーとあまり変わらないが成長地帯が見られる点で重要である。セラムの脳は生体のものと比べて65%から88%の大きさでチンパンジーの脳の成長速度に比べて発達がやや遅い。これは直立に即歩行をするようになったことで母体の賛同が狭くなり、 脳の大きな個体を生むことが難しくなっていることに対応したものと考えられている。アファールエンジンの生体の脳は大きいものでも 530cc ほどでまだ脳が大型化しているとは言えないが、セラムによってその時点ですでに脳の成長地帯が認められることが明らかになったのである。成長が遅い分赤子は長い期間にわたって母親に捕まっていなければならないが、 自分で母体にしがみつけるチンパンジーと異なり、アファールエンジンは母親に抱えてもらっていたと推測されている。直立に即歩行で両手を使えるようになった母親は、子供を抱えることができるようになった代わりに、自分で餌を取ることができず、それが社会性を育んだ可能性も指摘されている。また、地面に置いた子供をあやす必要から、言語が発達したという仮説もある。セラムには、 顔の骨も残されており、顔が前に突き出していることや鼻が低いことなど、原始的な要素を備えている。他方で、眉の部分が比較的隆起していないことや、剣始が小さめである、ことなどから、猿の骨と区別することができる。セラムの発見も、地表に露出していた頭骨からそれらの特色が読み取れたことによって導かれたものである。また、アウストラロピテクス族の中で、 エアフリカノスではなくエアファレンシスと確定した根拠としてエアフリカノスと比べた場合の尾骨の小ささと狭さなどが挙げられている。セラムの頭骨は CT スキャンにかけられた。この分析はアディスアベーバには適切な機器がなかったため文化間交渉の許可を得た上でケニアのナイロビに移送されて行われた。それによってセラムの内耳の三半期間も分析され、 それは現代人よりも類人猿のものに近いとされた。三半期間は平行感覚に影響するため、アファールエンジンは現代人のように機敏な歩行は難しかったと推測された。セラムには現代のゴリラなどに似た舌骨も残っていた。舌骨は頭蓋骨に固着していないことから古い化石人骨で残っていることはほとんどない。 全身骨格の40%が残っていると言われた、ルーシーや66%が残っている、トゥルカナボーイにも絶骨は残っておらず、従来の最コ記録はイスラエルで発見された、ネアンデルタール人骨であった。その、ネアンデルタールの絶骨は現代人のものと告示していたが、それよりも古いホミニンでの構造は不明だった。発見者のアレムゼゲドは、彼女の発生は、 チンパンジーの鳴き声のようなものだったのではないかと推測している。舌骨はかつてその個体の言語能力を推測する要素とされていたが、それについては否定的な見解も出されている。ただ、いずれにしても舌骨が残っていることは、セラムの保存状態の良さを示す傍傷と言える。上半身の骨格は比較的良好に保存されており、肋骨も脊柱に沿っており、 生前のままのようだった。それらは全体的に類人猿との共通性が認められる。残っていた部位で特筆すべきは完全な肩甲骨が残っていたことで、これはアウストラロピテクス属としては初めてだった。それはゴリラのものに似ており、指の長さはチンパンジーに似ていた。これらの特色からはまだ木の枝で枝をつかむことに適していたと判断された。ただし、 この事実をどう評価するかについては、二通りに分かれる。一つは、発見者やジョハンソンの立場で、それらの骨格的特徴を木の絵での生活も行っていたことの証拠と見るものである。もう一つは、応援ラブジョイラのように、直立二足歩行と関係のない原始的特質が、残り続けていただけで、それをもって、事情で生活していたとは言えないとするものである。 後者の論者の中には、肩甲骨がゴリラに似ているとする解釈自体に異論を唱える者も,もいる。それによれば、肩甲棘の両側にある筋肉がつくくぼみ部分の面積比はゴリラよりも人に近いのだという。なお、これに関連する点として2011年には土踏まずの発見をもとに、アファールエンジンは地上生活に完全に移行していたとする研究も発表された。 骨盤や股関節のあたりは残っていない。ただし、大腿骨、脛骨などは大部分保存されており、炎マ豆やマカデミアナッツに例えられるような小さなものではあるが、室外骨も見られる。他にも、かかとの部分の幅広さや、膝から腰にかけての大腿骨の傾きなど、他にも人に近いとされる特徴は指摘されている。このように、下半身は、 類人猿に近い上半身と対照的に現代人のものに近い特徴を示している。そのため、直立二足歩行が可能だった。残りにくい幼児人骨のうち突出して古く保存状態も良かった。前述のように、この点を評価する論者は存在しており、日本の新聞で最初に報じられた時にも注目に値する点として、 幼児人骨の残りにくさとセラムの完全さを対比する指摘がなされた。発見者であるアレムゼゲド自身はナショナルジオグラフィックにおいて一生に一度の大発見ですとコメントしている。また、1974年に最も有名なアファールエンジンルーシーを発見したドナルド・ジョハンソンは2006年の公表直後にルーシーを20世紀最大の発見とすると この子はこれまでのところ21世紀で最大の発見だと評した。身体的特質を進化の段階とどう結びつけるのかは常実の通り論者によって差異がある。しかし、どう評価するにせよ、キメラ的ともモザイク的とも評される上半身の原始性と下半身の先進性のギャップによって身体部位ごとに 進化の時期が違っていたことが顕著に確認できるという点では専門家たちも一致している。ただし唯一の幼児全身骨格ということは比較が不可能ということでもある。そのため新たな個体の発見を待たねば、それがアファールエンジンの典型的幼児かわからないという指摘も存在する。ありがとうございます。